しくお願いします。二人とも準備ができたらマグナスさんのふもとで合流しましょう。わかった。来たわね。準備はいい？私だ。ブルード。ああ、私が同行させてもらうことになった。詳しい話は歩きながらしよう。この先にいるのはナグルスというドールスだ。今回は山を登りつつ接触したドールスを討伐することが我々の任務だ。わかった。
ナグルさん。私の合図で突撃する。いいか、油断はするなよ。3、2、1、突撃。四つ足の見た目に騙されるな。ペダスソードと同じようにトリッキーな攻撃をしてくるぞ。トライアルスタート。君は私と来い。戦いへの恐怖は誰にでもある。気に病むことはない。だが
その恐怖に打ち勝たねば戦い続けることは難しいだろう。アイナ、目を閉じてみるんだ。そこに見えたもの、それが君の戦う理由だ。よし、いいな。君たちはセントラルシティに戻り、クロフォードに報告してくれ。あなたは？私は次のドールズ討伐に向かう。わかったわ。これからの活躍に期待しているぞ。PSE Burst PSE Climax。おかえり、3人とも。無事に戻ってきてくれて何よりだよ。アイナ君は大丈夫かい？私大丈夫だよ。迷いは自分自身だけでなく、時に仲間をも危険にさらすことになる。気持ちの整理をつけられるかどうか、それは君自身の心の戦いだ。それで、任務はどうだったかな？僕としても期待以上の戦果だよ。この調子で、ドールズとの戦いに力を貸してほしい。さて、これで僕から君たちへの頼み事は、ひとまず終わりだ。次の任務までは、自由に過ごしてくれ。コクーンで技能を磨いたり、シティの外の世界を巡ったりするのもいいだろう。このセントラルシティには各クラスの戦技教官もいる。彼らにアドバイスをもらうのもいいだろう。分かったわ。ところで、この前話していた対ダークファルスの準備というのは？目下進行中だよ。そのうち君たちにも協力をお願いすることになると思う。それまでは待っていればいいのね。そうだね。最後にこれを。これは？この世界のことやドールズとの交戦記録を書き留めたものだ。なるほど、役に立ちそうね。あまり整理できていないがね。ありがとう、使わせてもらうわ。ああ、その資料から何か発見があったら教えてほしい。ええ、目を通してみる。あ、あのさ、二人ともちょっといいかな。後で見張り台に来てもらえないかな。その、話したいことがあるんだ。やあ、くれてありがとう。私、お父さんの教えがずっと不満だったんだ。お前はまだまだ半人前だから、正式にアークスとは認めないって。私、お父さんの娘なんだから、
誰よりも強いアークスになれるはずなのに、それなのになんで一緒に戦わせてくれないのって。さっきの戦いでその理由がやっとわかった。ブルーダーに戦う理由を聞かれて目を閉じた時、エアリオタウンのみんなの顔が浮かんだ。前の私はただアークスに憧れるだけで、何のために戦うのかなんて考えたことなかった。きっとお父さんはそれを見抜いてたんだと思う。失ってから気づいても遅いのに。それに私は戦いがどんなものかってことを全然分かってなかった。ナグルスの体が赤く光った時に足が震えて動けなくなって、それで怖くなったの。戦うことにじゃなくて、このまま二人と一緒にいたら迷惑かけちゃうんじゃないかって。だから私、アイナ、クロフォードの前で約束したのを忘れたの？協力するって、あれはあなたに言ったつもりよ。マナ、一緒にダークファルスを倒すんでしょ。マナ、ありがとう。私強くなりたい。二人みたいにドールズと戦えるように。そのために力を貸してほしい。一緒に買ってほしい。だからその最初からそのつもりよ。ありがとう、二人とも、ありがとう。それではまた。